今月の電気代払えてない、世知辛いけどやらないといけないことやら黒がいっぱい、Yeah, 心が豊かなら心配する必要はないし、暗い気分じゃいいことも起こんない Right, どんな日でもあのバイトのおばちゃんはいつも笑顔を失わないし、周りを明るくする毎日。 It's been a long time. How are you doing? We're good.It's been for a long time. I don't know how should I start. Say, pick your nose. How pick my nose? Say hello. Konnichiwa. how long I have? 6 months. 4 months. 4 months. もう皆さんこんにちは、お久しぶりです。Are you camera shy?ちょっとね、あの恥ずかしがり屋になっちゃったのって、ちょっとね、だってさ、ずっとビデオ撮ってなかったからこういう感じで、だからもうちょっとなんどうやって始めていいかわかんない。でも皆さんこんにちは、久しぶりです。会いたかったよ。ですね、私たちは今どこに向かってるかというと、 Where are we going? Do your introduction? Stay in the middle two lanes. Yeah. Introduce yourself again. Okay. Introduce myself again. Yeah. Oh my god. Introduce myself again. Cut. So you gotta take many takes. We got the perfect one. Ah, okay. こんにちは皆さん。私の名前は YouTube のチャンネルの名前はI am Hoppy と申します。実名はのぞみと言います。人によってはのぞみさんとか言ってくれる方もいらっしゃいますし、ホープさんと言ってくれる方もいらっしゃいますし、個人的にはどちらでも全然大丈夫です。はい。私はですね、最近じゃないな、2ヶ月前にずっと7年間いたアメリカの、ニュージャージーからバージニアというところに引っ越してきました。旦那さんのお仕事の関係で2ヶ月前にバージニア州に引っ越してきました。で、ニュージャージーには7年間いたんだけども、一番上の子のキャメロンが3ヶ月の時に日本の横須賀というところから引っ越してきて7年間いました。私今、子供たちが夏休みだから、毎日一緒にいる感じなんですよ。で、一番下の赤ちゃんは2ヶ月になってもう少しで3ヶ月で、フローレンスが2歳半でキャメロンが7歳になりました。そう、その子たちと毎日一緒に過ごしてる感じです。で、私が私がニュージャージーで取った美容師免許はバージニア州にトランスファーしなきゃいけなくって、で、それもなんか学校に戻ったりとかテストをしなくてもいい感じみたいだから、そう、これからちょっとその手続きとかもやらなきゃいけないんだけど、今はそうだね、夏休みだから毎日子供と一緒にいる感じです。そう。で、これからフロリダに向かうんですよ。そう、フロリダに向かうの。フロリダでバケーションをしに行ってきます。ちょっと始まりがつまんなくてすみませんね。楽しいビログにするから。このビログなんで撮ろうかと思ったかっていうと、2年前かなにバージニア、2年前にフロリダに家族で旅行に行った時のビログ、今でも家族みんなで見るんだけど、すごい楽しくって、見るのも楽しいし楽しかったし、だから、思い出残すためっていうのもある。はい、では行きましょう。今日は
バージン、あ、今日はフロリダまで行けないから、フロリダまで11時間かかるんだけど、11時間はちょっと赤ちゃんがいるから大変だから、今日はノースカロライナだよね。We're gonna go to North Carolina today. South Carolina tonight? あ、South Carolina だ。バージニアの隣がノースカロライナだから、ノースカロライナの隣のサウスカロライナまで今日は運転していこうと思います。じゃあね、また後でバイ。ノースカロライナに入りましたよ。あ、顔にかかったんだけど。皆さん、私ね、話さなきゃいけないこといっぱいあるじゃない。でもさ、こう、このなんだっけ、旅行に行くにあたってビログ開始しようって決めて、でちょっと詰まってんの、いろ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 話さなきゃいけないことあるのは分かってるんだけど、ちょっとこれからダイパーを変えるね、アリスンに。まあさ、そこら辺はこのこれからビログをやっていくのにつれて、あのゆっくりと話していけばいいじゃん。なんでこうバッグがさ、いつもパンパンなの？ホテルに着きました。今夜の10時半。ホテルに着いてから何も夜ご飯食べてなかったから、近くのグロッシーストア、食料品のスーパーに行って、オートミールとか買って来たので、下で食べて、あ、下で食べてきた。で、これはちょっと残り、子供が食べなかったやつ。私たちは今サウスカロライナに行って、明日ジョージアでフロリダに着く予定です。1日目はこんな感じ。うーん、見て、なんかいるしさ、ここに。なんかいる。なんねー、まい。
え、なんだかんだね、毎30分止まってるよ。誰かがトイレだ、赤ちゃんが泣いた、赤ちゃんが泣いた、誰かがトイレだみたいな。一生つかない気がするよ。おはようございます。朝の8時ちょっと昨日の夜ちょっと遅く着いたから、あんまり何昨日の夜遅く着いたからビログ撮らなかったんだけど、ちょっとルールツアーするか。これドアじゃん。小さいキッチンがついてて、もうね、子供がいるからちょっと汚れてるね、ベッド。こんな感じじゃん。で、これがシャワールーム。シャワーがついてて、2個目のトイレ。同じシャワーがついてる。子供たちが寝てる。これリビングルーム。あれうちの娘。で、こういうキッチンがついてて、これうちの姉が持ってきたウォーター、お水のなんだっけ、フィルター。降りてください、危ないです。よけばい。これが外じゃん。で、ここがうちの姉ちゃんたちが寝てるベッドルーム。実は忘れてるってなこともよくあるからさ、たまには帰りの道で道くそもいいんじゃん。焦らずにリラックスしていこうよ。どんなことだって起こるべくして起こるのさ、これはただのメッセージ。今朝も心地いい朝焼け。
違うんだよね。
OK じゃあ、であとまあペンとか入ってるでしょ。だってこれ、これわかる、これこれ私ラッシュエクステンションつけてるから、いつもこうやって溶かしてあげるのね。下、上からと下からとこれでどういうことができるかというとですね、皆さんラッシュエクステンションつけてる人はやらなきゃ、毎日こうやることによってまつげについているゴミが取れます。あとは目のディスチャージ、あの目やにとかさ、まつげ、他のまつげとかくっついちゃってるやつも取れるでしょう。だからあとこうさ、まつげがつけたての時ってこう綺麗になってるんだけど、長伸びてくるとさ、そのもうこうだんだんまつげがこう寝始めたりとかするじゃん。それをこうまっすぐさせるようにするためとか、まあいろいろなく いい意味でこう常にコームしてあげることはいいことです。 OK? 携帯のバッテリー、まあ、これまあエクストラのバッテリーじゃん。で、あとはこのこれはほらトイレでさ、あの赤ちゃんの下に敷いてあげるやつよ。じゃん。で、あとこれはチケットね、レゴランドのチケット。前の車にいるよ。で、このねロングチャンプのバッグをベイビー、何ダイパーバッグにしたいなって思った時に、このさロングチャンプのバッグってね、もう何仕切りがなくって一個大きいのがバーンみたいな感じなわけだから混ざるのよ中でね。 Woo! That was dangerous! So, 混ざっちゃうわけで、どうしたもんかと。でもこのロングチャンプのバッグ使いたいなと思ったから、私はね仕切りを買ったのよ。 OK? これさ、こういうのが中に入ってるわけで、こういう仕切りになってんので、こういうのをあの調べればどこのあのどこの国でも多分売ってると思うのね。私アメリカのアマゾンで買ったんだけど、多分日本のでも多分売ってると思うし、あのいろいろさくっつけたりとかできるのね。ここを真ん中で仕切ったりもできるしみたいな、こういうのくっついてたりとか。だからあのこうさ1個だけのボーンっていう大きいバッグあるじゃん。でもこういう仕切りのを入れるといろいろ使える。 OK、うん、そんなもんでございます。周りは見えなくなってる。目的もなく逃げ惑えば生きる意味をだんだん見失ってる。普通にこなしてるルーティン、それじゃ同じ結果しかいられないから夢中に、やったことないことも試してチャレンジしていきたい。 My life, my mind, body and soul Illuminati can't stop me cause I'm ready to go beyond。 灯し続けるその希望、理想にも必要なクリアな先のビジョン、さりげなく一瞬で過ぎる日をどう乗りこなすかも自由。この地球いろんなことが起こってるけど大丈夫、君の想いは届いて。悩んだってしょうがないぜ、どんなことだっていずれ解決するから、今夜はボーレー気分切り替え、踊ろうぜ楽しいハウェイ、気持ち傾けてホロー匂いだねるだけ、人生ってのはそんなに苦い。